子の結果点は女子の平均台です。現在まではご覧のような結果、ラチューノワが 9.862 でトップに立っています。ナイトが 9.725、 岡が 9.675 と続いています。そして登場するのがヤン・ボーです。中国、岡選手の得点は 9.67、 世界選手権の個人総合で5位に入っています。非常にこの平均台も得意としています。16歳、この選手は大技がありますからね。そうですね、途中で後転跳びの1回ひねりをやります、はい、1回目 9.725 です。この辺は体の柔らかさを存分に発揮しているという演技です。開脚ジャンプを2回、柔軟性がありますね。柔らかいですね。後転跳び後方宙返り決まりました。ここです。これですね。一回ひねり、はい、後方の一回ひねり、これも決まっています。大技を決めましたヤン・ボー。この平均台でひねるっていうのは、これかなり難度が高いですね。そうですね。まあ、限られた空間ですし、降りるとこがものすごく狭いところですからね。70センチですから、はい。これ軸がしっかりしてませんと落下します。一回ひねりを決めていますヤン・ボー。そしてあれは体で受ける形になりますからね。そうですね、ローリングというような形になりますね。後転跳び後方宙返り、後方宙返り、今日はかなり波に乗っています。好調です。伸び伸びと演技してるっていう感じがしますね、はい、もうだいたい心配なところは終わったんじゃないですかね。フィニッシュです。フィニッシュは抱え込みの2回宙返り、着地もぴたりと決めました。いい出来ですね。いやー、素晴らしい演技でしたね、はい、本人もこれはもう会心の笑顔です。ここです。後方1回ひねりで体で受けます、はい、世界でもこの平均台でひねる選手は数人しかいません。これは最後、抱え込みの後方2回宙返り、着地も見事です。これはもう、やはり得点も高得点 9.950、 ほぼ満点の演技と言っていいんじゃないですか、はい、9.950、 もうこれは10